はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は4年生の道徳やったぞ漢字テストについてお話をします、えー、内容項目は希望という木、努力と強い意志ですはい、それではあらすじです、えー、僕は漢字が苦手まとめテストで100点を取ることを目標に習った字を熟語にして練習を始めた練習してもすぐに点数は上がらなかったそれでももう一人の自分と戦いながら練習を続けた そしてまとめ50問テストで100点を取ったという話です、はい、小学校の学習指導要領の解説を読んでみました、えー、この教材文、まあ、漢字テストに向けて一生懸命練習して、えーね、成果を上げたという話なんですけれども、えー、漢字50問テストと言いますと通常学期末にありますねですからこの主人公の僕約3ヶ月間頑張り通したということですよね えー、中でも、ですねもう寝ちゃおうかな、もう一人の僕との戦いだと、このあたりね、なかなか面白い視点だなと、もう4年生ぐらいになると、ある程度ね、内政もできてきますので、えー、自分の中のもう一人の弱い自分、これ、意識できると思いますね、えー、そこで、えー、ですね僕の話をもとに、自分の中にもう一人の弱い自分がいないかについて考え。 弱い自分との戦い方を考えると。まあ、このような方向で指導計画を立ててみました。はい、えー、それでは授業です。今、一生懸命に練習していることがありますかと。何ができるようになりたいですかということで、まず子どもたちの経験を掘り起こしたいですよね。えー、その上で資料を読んで、えー、僕は何が苦手でしたか。50問テストで100点を取るために、どんなことをしましたかということで、 話のあらすじをまず押さえたいと思いますね。まあ、毎日練習したとかね、もう一人の自分と戦うだとか、たまったノートを飾ると、まあ、あの練習の成果を見えるようにするというのはとてもいい方法なんですけどもね、まあ、時間があれば、ですね、えー、こんな風にに、ね、自分の目標を書いて飾ったりとかってしてる人いますかという話を取り入れてもいいかなと思いますね。はい、で続いて、ですね、皆さんは僕のどこが一番立派だと思いますかと。 えー、続いて、えー、皆さんの中にももう一人の弱い自分がいますかと、これはもうほとんどの子供たちいるっていうことを意識できるんじゃないですかねで。弱い自分はどんなことを心の中で言ってきますかと、このあたりは少し時間をとって書かせた方がいいかもしれませんね。えー、当然あの、ね、やはり、えー、どんな子にも、ね、やっぱり弱い自分っていると思いますね。えー、問題はそれを意識してね、えー、そういう自分とどう向き合っていくかということなんです。 ね、4年生の子どもたちならあのできると思うんですよね、もちろん継続は難しいとは思うんですけれども、はい、で最後はです、ね、何かをやり遂げたいと思ったときには弱い自分と戦わなくてはいけません、皆さんはどうやって戦いますか、ノートに考えを書きなさいということで書かせて授業を終わりたいと思います。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。